もう随分昔の話だが、ずっと空き地だったソフタクリンチが売りに出た。将来、定年退職後の隠居先にと、両親は、その土地を購入したら、購入地が反対となりが、うちも、その土地が欲しかったのに、と、ソフタクや近所に軽く愚痴ったらしい。うちの両親の方が、買った。というのが早かったってことかなぁと、あらすみませんねと、ソフタクも両親も、軽く流したらしいが、それなりに耳に入ってくる反対隣家の愚痴を要約すると、別に、資金準備も何もせず、欲しいねえぐらいの気でいただけ。でもずっと空き地だし、まだ買ってないけどうちの土地。なのに、そのうち自分のものになる土地、取られちゃった、買った人ずるい。という、どういう思考だそれ、な考え方から出る愚痴だったらしく、聞かされた人たちは、皆呆れていた。そんなに欲しかったのなら、売りに出されるまで待たずに、持ち主に直接交渉すればよかったのでは、と、的確なアドバイスをしたご近所さんには、そんなことしなくても、うちのものだったのに、となんだそれ。な愚痴理由。もうほっといた。で、その後もいい年月放っておいて、空き地はソフタク管理、いよいよ隠居ってんで、空き地に家建てるぞってんで、いろいろと住宅会社を回り、数社と突っ込んだ話になったところで、何件かから、言われたところに、両親の土地がないと言われた。はぁ?と驚いていろいろと調べたら、市役所とかに置いてある、地元周辺地図に、反対隣家敷地として記載されていたそうだ。今では、ちゃんと、両親はそこに住んでるし、地図も直っているが、反対隣家との付き合いは、最低限だそうだ。です。公文書偽造犯罪があったと?こわぁ。どういう経緯で隣敷地になって、どうやって取り戻したの?土地の登記は報告者両親になってるけど、前輪の地図などでは、隣の連中が、ここは、うちのものだと主張したか、何かでそのように書いてもらってたんじゃないかと予想。報告者。誘い受けすみません。224さんでビンゴです。ああいう、ちょっとした地元用周辺地図って、ある程度、自己申告制なところがあるので、しれっと、反対側隣家が、うちの、申告していたらしい。祖父は、そういうことには構わない人なんで、本格的な依頼にならなければ、正式な登記簿などは、住宅会社には見せませんが、ああいう会社は、事前に、土地の形状などを、そういうところで軽く調べるそうで、ないと言われて驚きましたね。かなり慌てて、書類やらを調べたりしたので、分かった時には、両親は呆れてました。正式に両親が住むようになってからは、両親たちが自己申告したので、記載は直ったそうです。反対側隣家に言わせれば、両親の方が、いずれ、自分たちの、ものになるはずの、土地に住んでしまっている、ずうずうしい人らしいです。陰で、誰にも相手にされない愚痴を垂れるだけなので、放ってあるそうです。です。どうでもいいけど、二度目なんで一応?呆れる、な。呆れるだと、全く違う意味になる。